吉田さん、億万長者合宿リメンバーもうちょっとで終わりですね。次のステージがあるんだって聞いてね、なんか楽しみにしてます。次なんだろう。私はね、まあそれは置いといてね、この2日間でまた見ましたよ、スクールウォーズ。いや、いいですね。スクールウォーズ、イソップとかね、松丸ゆうき、いや、いいな、やっぱり。今ね、今日最終話のあと残り20分のところでちょっとストップしてこの動画をお送りしてるんですけども、むちゃくちゃ感動しますね。で、ラーメン屋の幸楽のマスターがヤクザに刺されて死ぬところとかね、まあ、はっきり言ってね、そんなわけねえだろみたいなこと結構あるんですよ。というのが、病室でこうやってマスターが寝てるところに刑事さんが入ってきてね、犯人を連れてきて、なんか お詫びを言いたいからって刑事さんがこう病室に連れてくるんで、そんなわけあるかみたいな感じですけども、まあ当時のね、ドラマを見ている私の中学生の心としては、ものすごくそれをやってくれてよかったなっていうのとか、あと最終話ギリギリで、その川浜高校のね、ラグビー部のユニフォームがね、クリーニング屋に預けてたら、クリーニング屋が火事を出してユニフォームが燃えるみたいなこともあったんですけども、バカ野郎ってそんなストーリーよく思いついたなと思いますよね。無理やりだろうって感じですよね。でもおかげで昔の赤いユニフォームを出してきてね、で、そのユニフォームで原点に帰れってことかっていうので試合に出るみたいな、この伏線の回収ができてるわけですよね。109対0の試合で今度は花園で勝つみたいな。で、結末は分かってるのに、何回見てもね、ハラハラドキドキ、面白いですね。結末は分かってるんですよ。だからね、結果が分かってるからって面白くないってことはなくって、やっぱり演出次第なんですよね。で、私は40歳になって何回も言いますけども、3年で1億円以上のお金を作ってね、で、今隠居暮らしを45歳から始めてますけども、これもだから、もうなんか私は自分の人生を振り返ったら全て結末は分かってるんですけども、思い出してその時のことをこうフラッシュバックするとね、もうワクワクするんですよね。私が40歳になってネットビジネスでやった、自己アフィリエイトやった、よーし、あの時の俺はもう一心不乱にこれやったなと、麻雀店そっちのけでやったなと、で、日々現金が積み上がっていくのをワクワクしながら、体験していたなとかね。で、目の前の人が自己アフィリエイトを教えてあげたら、うえーって喜んでびっくりして、で、興奮して感動して、次の日別の案件ないですかみたいな感じでお問い合わせいただいてるね、速稼塾入れてよかったですみたいなことで、本当に記念写真を何回撮られたか分かんないです。それは私のFacebook 友達500人しかいない中で最初の50人、10分の1の方がそういうふうに反応してくださったんですよね。異業種交流会で会った方、名刺交換をした方、私の麻雀店のお客様取引先、こういった方が集まってくださって、麻雀店は赤字でしたけどもね、で、全然業者さんへの支払いはできてなかったんですけども、でもそういう方でも集まってくださった久保さんが何かやるんじゃないだろうかと、ネットビジネスって何なんだろうかと、夜沢翼って何なんだ、ネオヒルズって何なんだみたいな感じで、私がね、答えを知ってると思って来てくれたんですよ。当然私は答えを知ってました。ネットビジネス、ビジネスとかネオヒルズってのは何なのかってことをね、しっかりとセミナーでお話しましたよ。で、いろいろお話した後で最後に、じゃあ実践しましょう、皆さんのパソコンの中に今日は売上を2万円以上持って帰ってくださいねっていうふうにやるんですよ。これが最後の30分なんですよね。一番私がワクワクするところ。はっきり言って、それまでの1時間半、セミナーってのは2時間ですから、それまでの1時間半っていうのは別にどうでも言えばどうでもいいんですよ。でも聞いてくださってる皆さんは、私の伝え方がね、面白かったんですよね、きっと。でワクワクしてました。で、私がなんでね、この伝え方を、1時間半の伝え方が自分でね、皆さんの心に留まったか、面白いと思っていただけたと私が感じるかっていうと、これね、セミナーのやり方っていう動画を見たからなんですよね。こっからがちょっと本題になってきますよ。私はね、当時いただいたコンテンツの17話、34話ぐらいまであって、17話が私の見た最後のコンテンツなんですよ。18話以降は全く見てないんですよ。だから、いただいた商品の、30何万で買った商品のね、ほんと最初の方しか見てないんですよ。最初の3分の1しか見てないんですけども、もう今までずっと影響してるんですよ、その情報が。で、今から考えると結構7、8年前、場合によっては10年ぐらい前の古い情報ですよ。古い情報なのに、未だに私は使えてるんですよ。なぜかっていうと、その古い情報すら多くの人が使ってないんですよ。で、新しいものに目を奪われて、基礎ができてないのに暗号通貨行ってみたりとかね、基礎が分かんないのにネットワークビジネス行ってみたりとか、本当にフラ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 してて、その時流行ってるよ、儲かるよっていうふうに喧伝されたものに後追いしていくんですよ。だから高値掴みしてるんですよね。
高値掴みの連続です。私は違います。ブームが去った後にあのブームは何だったのかなっていうふうに、分析していく。そしてブームの最中に私が当事者として関わった時は慎重になるわけですね。今これはブームの中に自分はいると、待てよと、ここに投じるってことはもしかしたら高値掴みをしてるんじゃないかなっていうふうに感じてるんですよ、いつも。だから流行ってる時に手を出したらこれねもう手遅れだって思ってるんですね。流行ってない時、誰も見向きもしてない時、もしくはみんなが忘れ去った時に過ぎ去ったブームを分解してみて自分なりの理屈を発信する、これが演出だと思うんですよ。そして当時のね17話セミナービジネスなんですけど、まさにそういうことが語られていたんですよね。そしていろんなことを話した後に最後に感動的な話をして実践に入りましょうみたいな、そんなことを言われてました。私はね最後に感動的な話をしました。感動的な話がどういうものかっていうのはちょっとここではね割愛しますけども、結構ね会場がシーンとなるんですよ。それまでワイ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 言ってね、あの笑い声が聞こえたりとか拍手が聞こえてもシーンとなりました。感動的な話は5分ぐらいしました。で感動した後でじゃあ実践しましょうかっていうことでもう一回ねわっとね会場盛り上がるわけですね。そして皆さんが感動してああいいセミナーだったなと、その感動したところで覚えてるんですよ。でわあいいセミナーだったな、そしてあ本当に売り上げってあ3万だった5万だったいくらとかね、こっちはねあの3万円ですよ、こっちはね4万ですよみたいな感じでわーわーわーって全員が全員売り上げをパソコンの中に秘めて帰るわけですよ。して同じ作業を明日すればまだ売り上げは上がるんですよね。これ満足度高いですよね。最後に満足いただいた方は19,800 円お支払いくださいと、100人中100人払うという形ですね。で最初の35日で50名前後の方が受講を下すって、私の手元には値引きも込みで80万円のお金が残りましたってことなんですよね。でこれも過去のストーリーなんですけど、今話しててもねワクワクするわけですよ。本当にこれが当時私の人生に稲妻のように起きてね、で他の方も同じコンテンツを手にした方が600名いたと聞いていますけども、多分私一人がそうなってるんですよ。なぜならそれはやってないんですよ。他の方はやってない、美味しいとこだけ取っていこうと思って美味しいところに気づいてない、そこを素通りしてるんですよ。どのように知らせるかっていうのがね一番美味しいところなんですよ。事実は一つなんですよ。事実は一つだとしても、その事実からどこのポイントを取り出して自分流にどう伝えたら目の前の人がね感動してくれるか、自分の性格とその相手の人に照らし合わせてね、この伝え方がいいんじゃないかなってものを編み出すわけですよ。だから誰かの喋りを丸コピーしてるわけじゃないんですよね。エッセンスは同じです。エッセンスはね、さっきの話し方とか感動的な話をするとか最後に実践をして売り上げを作らせるとか、エッセンスは同じなんですよ。でも細部ディテールは私が久保さんなら言いそうだよねみたいなのいっぱい盛り込んでるんですよ。で私ならまさに言うことなんで本当に楽ちんに喋れるんですよね。誰かの真似を一語一句間違わないようにするともう台本読みになっちゃうんですよ。菅官房長官の安倍総理の、あの記者会見じゃないですけども、もう棒読みですよ。で私は感情エモーショナルにね感情を動かすために私も感情的に話すわけですね。時には話しすぎて呼吸困難になったり、この動画でもよくやるんですけども、もう口をついて出た言葉ね絡まってしまうんですよ。言葉が絡むんですよ。もう興奮のあまり言葉が今みたいにね絡んでもう何回も言い直すこともあります。でもそれを編集せずにお届けするのが久保さんらしいなっていうところなんでしょうね。で全体的になんか知んないけどすげえこと聞いたなっていうふうに思っていただける、そのイメージをお送りすればもうあとは OK かなと思いますし、あと売り上げが立ったって事実が分かりますんでね。で今となってはこの隠居暮らしっていうね、これもまた分かりやすいスタイルだと思うんですよ。四六時中暇みたいなね。で24時間生まれた子供の子育てできるみたいなね。24時間暇、もう一回言いますけどね、だからこそまた勉強ができるんですよ。だからこそ深く後悔したり深く反省したりもできるんですよ。これが忙しかったら忙しくって反省するべき点が過ぎ去ったり後悔するべき点が過ぎ去ったりするんですよね。でも私は時間があるんで深く後悔して深く反省して、だから何でも叶うと思ってます。そのね後悔や反省が浅いんですよ。小傷をねちょっと傷をしたぐらい思い出すことはあると思いますよ。いや辛かったなぐらい、いやそんなんではないです。もうね心臓が締め付けられるほど自分の中で後悔をしていってね恥じるんですよ。自分が未熟だった、分からなかった、バカだった、だから人からの情報をいいように解釈して受け間違えたみたいなねことを言うんですよね。だからどんな強烈な詐欺師とかペテン師が来ても結局それを鵜呑みにした理解力のなさは誰にあるのかって言ったら私自身にあるなと。そして詐欺師やペテン師の言葉を聞こうとその会場に行ったのは誰か、私の足、私の意思なんですよ。どうしてその動画をクリックしたの、なんでそんなセールスの動画を見ちゃったの、私がクリックしたんですよ。全部自分から起きてるんですよね。
そしてこれ発信者になっても変わりません。私のところに有害なコメントが並ぶ時があります。それは私が発信した内容がその有害なコメントを引き寄せてる、生んでるんですよね。今回ね、持続化給付金、特別定額給付金、この第2弾が菅政権になってもしかして発動するんじゃないか、追加で出るんじゃないか、みんなに10万とかね、事業主に100万200万出るんじゃないか、コロナ融資は延長されるんじゃないか、追加になるんじゃないかなっていうことを私はね、動画でお話しました。これがね、評判がいい、コメントがいっぱいつく。で、根拠もちゃんとあるんですよ。菅総理がきちんと明確に記者からの質問に答えてるんですよ。場合によっては必要ならばそれをね、支給すると、どんどん行くと、当たり前だと言ってますね。当然のこととしてやるというふうに言ってます。で、このね、事実を私は暇だからその情報を抜き出してね、その動画を探して持ってきて、それを皆さんにお見せすることができるのは、まあ、本当に暇だからできるんですよね。だから暇っていうのは人生の最低条件だと思います。さあ、動画の結論になります。いろいろとお話ししましたけども、今回ね、キーポイントは2つです。1つはですね、暇だからこそ勉強できると、暇だからこそ情報を探せるってこと、そしてもう1つは暇だからこそ深く反省して本気で自分の人生を後悔することができるんですよ。反省して後悔した分だけ V 字回復するんですよね。反省後悔が浅いと回復も浅いんですよ。じゃあどっちの人生を選ぶかってことなんですよ。大怪我ってのは治った時にものすごい進化を私は生むと思います。で、もう一回ね、これ以前話したことでまとめたいと思いますけども、人間には3つの T があるんですよ。この3つの T を経験した人はものすごく強くなると言われてます。1つは大病です。大きな病気をして瀕死です。死ぬかもしれない、もしかしたら生きるかもしれない、このギリギリのところね。今あのコロナなんとかっていうのも流行ってますけども、瀕死のところから起き上がってきた人って、あ、生きてるってこと、時間があるってことはものすごくチャンスなんだなと、もうあとは何もいらない、もう時間があるってことは素晴らしいことなんだと思うんですよ。私はね、過去に逮捕されたことがあって牢屋の中にいたんですけども、その間に福知山線の事故が起きました。通勤中の電車がドーンとね、あのレールを飛び出してビルにドーンと激突して多くの方が亡くなりました。真面目に働いてる方が亡くなったってことを逮捕された牢屋の中で聞いて、あ、時間があって生きてるってことは、この人たちの果たせなかったチャンスも私は果たせるかもしれないなと、不謹慎ながらちょっとね、得したなって気がしました。その時は生きてるぞみたいな、その時から思ったんですよ。生きれなかった人の分まで私は時間を大切にしていこうと、1秒に魂の全てを込めていこうと思ったんですよね。この感情ってのはなかなか伝わりにくいんですけどね。で、3つの T の2つ目なんですけど、まさにそれ、逮捕なんですよ。人は自由を拘束された時に自分は自由だったってことに初めて気づくんですよ。ね、皆さんも自由ですよ。自由なのに昨日やったことを今日もやろうとしてるんですよ。それはなんでか、なんでなんでしょうか。自分の自由をなんでそういうふうに簡単に放棄してしまうんでしょうか。それは自由に向かうために仕方なく今不自由を買ってるのか、それともその不自由で生きるしかないというふうにもう諦めてしまっているのか。私は自分の経営している会社が潰れてもネットビジネスをやりました。おかげで今隠居というね、24時間中24時間自由な世界に来ました。本当にありがたいことだと思います。だからといって皆さんにそれを勧めることはできません。なぜなら、やっぱり私はね、運が良かったと思うんですよ。でもその運の一つに、たまたま逮捕されたり、たまたまね、大きなね、事件といいますか、そういうのに巻き込まれて命の自由の大切さに気づいたりってことがあったからかなと思いますね。はい、何話しましたっけ。3つの T ですね。3つの T、 逮捕でしょ、倒産でしょ、大病なんですよ。言ってしまいましたね。大病、大きな病気、瀕死の病気。2つ目、逮捕、逮捕されて自由を拘束される。そして倒産、倒産は私は常連です。今までに20ぐらいの会社が潰れました。私の作った法人、個人事業主20ぐらいが潰れました。雇っていた社員も全員いなくなりました。延べで何人雇ったか分かりませんし、年間で100件以上のね、私は面接をしました。その全てが赤字と倒産に向かっていたっていうのはね、皮肉な話ですよね。誰よりも事業をやって、誰よりも会社をやるベテランが全て赤字で倒産するというね、倒産に向かうというね、こんなことになってるわけですよ。で、誰も雇わずにひっそりとやっているこの情報発信、 YouTube だけっていうのが、まあ今金字塔を打ち立ててくれてるのかなと思いますよね。本当に YouTube があったから全てマイナスをプラスにできたかなと思いますし、しかもそのプラスは圧倒的だったと思います。どんな傷を負った時でもそれよりも強く私は帰ってきたのかなと思いますね。まあ億万長者合宿なんてね、大層の名前ついてますけども、でもやっぱり、ね、誰でもね、金持ちになれると思います。
もう結論としてはやるだけなんですけども、そのやるだけって言ってもね、ちょっとねかゆい程度にやってもダメですよ。本当に深く刻むようにやらないとダメですね。本当軽いノリでやるみたいな感じでダメですね。もうそれで生きていくんだと、これでうまくいかなかったらもうその後の人生ないんだぐらい思わないといけないです。あのプロボクサーになる人の中で畠山さんっていうのがいるんですよね。ガチンコにも出てましたけど、その畠山さんって同じように考えてましたね。ボクシングの世界で身を立てられなかったら他の何ができるんだと、俺はもうボクシング以外は何にもできないから、ボクシングがダメだったら自分の人生終わるんだぐらいの覚悟でやってるわけですよ。そんな気迫なんで、職業の一つとしてボクサーでいうのをね選んだ人が勝つわけないんですよ。もうそこまでね危機迫るものがあると思いますよ。やっぱりチャンピオンになる方っていうのはね、上級者になる方っていうのは、はい、なんかあれこれ話したような気がしますけども、なんかわかんないですね。私だけスッキリしました。すいませんでした。それでは億万長者合宿リメンバー、次回をお楽しみに。